ええ、だけどパンダは可愛いだけじゃないの。強い生き物なのよ。笹を食べるところをよく見て。あんな竹をバリバリ食べるなんて歯が強い証拠でしょ。それにあの柔軟な体、しなやかな筋肉が全身についているのよ。ペンギンが寒いところに住んでるということはあなたもわかってると思うけど、北極に住んでいないのは知ってた？そう、いろんな種類がいるけど、そのほとんどが南半球。ガラパゴス諸島にいるペンギンだけは北半球に生息しているわね。こんなのランジュにとっては基本的なことよ。何かわからないことがあれば何でもランジュに聞きなさい。本当にこの子たちを触って大丈夫なの？でも…ふわふわなのね、あなた。こんなに小さいのにあったかい。ピーピーを思い出すわ。似合いらしいわ。あなた、他の子よりモフモフね。素晴らしいわ。強く生きているのね。本当に似合いらしいわ。どの子もいっぱいご飯を食べて、いっぱい運動して、お友達と仲良くするのよ。お友達がいるということは何よりも生きる喜びになるんだから。わかったわ。ランジュはこういう時のためにたくさん本を読んだのだから。そーっとそーっと、お豆腐より繊細に。ランジュの膝はあなたのものよ。心ゆくまで休んでいきなさい。